小松武平5月11日から1930年9月5日は、長野県の教育者。長野県上田中学、長野県諏訪中学、長野県松本第二中学校長を務めた。長野県松本県が、岡高等学校初代校長小松先生日長野県、諏訪郡米沢村の芋地屋に、笹岡初上門、我が野の次男として生まれる。 1905年米沢村ハイハラダの小松家に入籍し、伊佐野と結婚。1905年東京高等師範学校を卒業。同年大阪の新設第四高等小学校の訓導兼校長として赴任。1916年長野県上田中学校長として赴任。1919 19年長野県諏訪中学校長として赴任。 1921年10月4日から22日まで、全国中学校校長会の挑戦、満州視察旅行に参加。1923年長野県松本台に、中学初代校長として赴任。1929年松本に中生徒2名が、美しが原遠足で、遭難し1930年松本に、中生徒遭難事故対策で疲労激しく描画し、 在職中に逝去。竹平は六尺の大男で、どこでも大変目立った。彼の教え子の一人元東京地方裁判所判事の樋口和弘はそのエッセイ、峠の落としみの中で、六尺豊かな体で街を歩かれる姿は実に、威風堂々、頼もしい限りであったと評している。しかし、気持ちは大変細やかで、優しい人でもあった。大正十二年に、 松本第二中学初代校長となるが、昭和4年に発生した旧性松本二中生と、美しが原遭難事故で、教え子2名を失うと、その対策で疲労を激しく描画し、昭和5年9月に亡くなる。記録を見ると今なら死ぬようなことはない腰痛が、元だったようである。前述の日口は、小松先生は、学校の行事の美しが原登山で、教え子が遭難したとき、 我が子を失った以上の愛籍と責任を感じて病気になり、その生徒たちの名前を呼びながら亡くなられた。と竹平の人柄をしのんでいる。子供は五人長女、三男、節郎、次男厚男、三男和男。長男節郎は神戸大学教授で哲学者の小松節郎、次男厚男は京都大学教授で数学者の小松厚志郎である。 ABCDEF 文書館小松竹平の記録2016年4月16日閲覧上田高校公式サイト歴代学校長小松屋文書館 8AB 樋口和弘小松先生の思い出2016年4月16日閲覧美しが原の履歴小松屋文書館伊佐野の生活ありがとうございます